さんかんの、うん、あ、そうなんだ、わかった、一旦様子見ながらやっていこうかな、そしたら、うん、わかった、だけどあれだよ、メイクタダじゃないよ、これで松葉お肌に栄養を与えて、そう、潤いとかね、そういうのを与えていこうか、そうだね、じゃ塗り込んでいくよ、でさ、今日メイクしてほしいの、うん、ああデート、そうなんだ、どこ行くの、うん、珍しくない、デート行くの、うん、そうなんだ、物好きだね相手行くよ。調べてみてさ、こういうのがさ合わないとか合うとかさあるじゃん、うん、どう、あ、当たってんだ、やっぱすごいね、やっていくね、
ればコンシーラー塗っていこう。なんか隠したいとこある？顔で、あそこ隠したいんだ。そんな気になる？僕から見るとあんま気にしなくても良さそうな気はするけど、一応塗っとくね。
だから、いいやつ、嬉しい、うん、でしょ。結構いい匂いするよこれ。次はあれだね、今ファンデーションあったから、次はパウダーやっていこうかな。パウダーやって、そうだね、ちょっと皮脂を抑えたりとか、そう、ちょっと崩れにくくなったりとかすると思うから、そう、それ用でやっていくね。アイシャドウだね。どうする、どういう系がいい、うん、あー、そういう感じか、できるかな、やってみる、うん、分かった、やってみるけど、どうだろう、間に合うかな、と自信ある、自分的にない、あ、そうなんだ、大丈夫で、なんとかなる。アイブロウ、眉毛描いていくね。
眉毛曲がっちゃうよ。そう、ちょっとして。眉毛ってさ、やっぱ描くの難しいよね。そう、なんかね、ずれちゃう。そうなんだよね。僕結構眉毛苦手かも、人の描くの。色つけようかな。そうだね。
さ遊ぶ人とはどこで出会ったの？あ、そうなんだ。いいね。出てくね。どんぐらいでさ、可能性ありそうなの？自分的に。ああ、結構高くない？そうだよね。ちゃんとね、今日はお顔を可愛くしてしっかりと心を射止めてきた方がいいね。大丈夫でしょう、なんとかなると思う。え、そうなの？どうだろうね。生命線という意見とか欲しければ気軽に聞いて、なんとなくは答えられると思う。じゃあ楽しんできて。